第6代、ラトランド公爵、チャールズ・セシル・ジョン・マナーズは、イギリスの政治家、貴族。爵位を継承する1857年まで、グランビー公爵の儀礼称号を使用した。1815年5月16日に、第5代、ラトランド公爵、ジョン・マナーズの三男として、ロンドン・アーリントン通りに生まれた。母はその夫人で、第5代、 カーライル伯爵フレデリック・ハワードの娘エイリザベス。兄二人は創生している。また弟に後にラトランド公爵位を継承するジョンがいる。イートン校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。1837年から1852年にかけて、スタンフォード選挙区、ついで1852年から就職して、 貴族院へ移籍する。1857年までノースレスターシャー選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。1843年から1846年にかけては、黄斑アルバートの進出時、住長となる。1847年に保守党が保護。貿易派と自由。貿易のピール派に分裂した際には、保護貿易派の指導者となった。ジョージベンディング卿が。 保守党庶民院,院内総務を辞職した後の1848年2月10日、保守党主、スタンリー教の指名によりその地位を継承した。しかし、グランビー教はすぐにも自らがその器ではないと自覚するようになり、同年3月4日をもって辞職した。以降、保守党庶民院,院内総務の座はしばらく空席となった。1849年1月になって、グランビー教は、 ベンジャミン・ディズレイルとジョン・チャールズ・ハリスと共に3人の委員会を創設して保守党庶民委員を指導するようになった。しかし庶民委員保守党の実質的な指導者はすでにディズレイルとなっていた。そのためピール派のアバディーン伯爵は庶民委員保守党の3人委員会を c s ロジャー・デュコ、ナポレオンに例えている。グランビー卿は1851年にその職位から辞職した。 これを機に委員会は解散することになり、ディズレーリが名実ともに保守党庶民院院内総務に就任した。1857年1月20日に、父から第6代ラトランド公爵位を継承する。1852年から1857年にかけては林間社州総徳、ついで1857年から1888年まで、 レスターシャー州総督を務めた。1867年にガーター勲章を受訓した。1888年3月4日、ラトランド公爵家の居城であるレスターシャービーバー城で死去。ありがとうございます。